こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス、プラス。さあ、型の太陽です。ベストバ体重は480キロですね。ちょっとここ最近調子がよく、戦績が物足りないんで、G2 から立て直しかなとは思っております。知ってるかしら、これ勝っていかないとなんかだんだん成績落ちていくらしいですからね。ちょっとレース見ていきましょう。今2月の4週ですね。金庫賞あたり良さそうだな。距離適正がいまだに分かっていないのは気になりますけどね。よくし、まだ2月の3週なのかこれ。ちょっと聞いてよ。あくまでこれ早送りですね。まあフェブラリーステークスとかもあるんですが、金庫賞出そうかな。やはり知ってるかしら。お、距離適正が分かりました。幅広いですね。1600から2800、まあ、2000から2400あたりがベストって言えるんじゃないかなと思います。となると、距離適正広いと思ってた。やっぱり広かったですね。デート、誰と、私と、いいわね。うん、いい感じじゃない。出してみる。大阪杯おすすめですからね。大阪杯に向けてちょっと走っていきたいと思います。中間記念の結果次第だよな。大阪杯、大阪杯の方が距離適正はちょっと良くなりますけどね。一番人気だわ。 1.7 倍、ダントツを一番に。ただいまより、相手はクリス・ザ・ブレーブ。アメリカンボスが4番人気で、ロードサクセサーが3番人気となっております。行きましょう。G2 中山記念です。ダイワタキサスもビッグサンデーもいますね。春の小馬山戦の勢力図を展望する一戦であります。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。1番ビッグサンデーが先手を取ります。そしてその後ろから2番エイヒンビンセンス、10番桜並木を外から行こうというところ。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。そのうちクリス・ザ・ブレイブ、それから離されましてエア・キャングスター、その外7番ロード・サクセサー、そしていたいた型の太陽と竹豊でやります。それから3番シルク・ガーディアン、アメリカンボス、キングオブダイヤがその後ろ、ビッグバイキング、それからナイワテキサス、
さあ先頭の方はどうなっているか。ビッグサンデーが先頭です。これを追って6番クリス・ザ・ブレイブでやります。まもなく第3コーナー、その外に10番桜並木を、この辺りちょっと離れている5番エアキャングスター、そして5番手に7番ロードサクセサーでやります。エイヒン・ヴィンセンス、9番カタロ太陽、オレンジの星が馬込みで揺れています。中山のスタンドが揺れています。カタロ太陽は6番手先頭意地を見せるか。クリス・ザ・ブレイブ間からスルスルとカタロ太陽が差を詰めてくる。外からビッグバイキングだな。ビッグバイキング懸命に追う先頭竹豊とカタロ太陽。カタロ太陽1着1番人気に見事応えました。勝ったはいいが、あんまり圧倒的という勝利では言えなかった。ちょっと不満の残るレースではありますね。すごい。1着9番2着根性高いですね。じゃあ前に行かせた方がいいのか、この馬。3着差しはちょっともったいないかもですね。まだまだ次があるわよ。そういえばね、なんだこれ、いい感じだわ。大阪杯はちょっと問題ないんじゃないかな。かといって春の天皇賞では距離が長い。日経賞とかもいいけどな。じゃなくて夢を買うと思えばいいんじゃないかしら。状況か、どれもいらないよな。体重増加ってなんだろう。あ、プラス4キロってことか。調教しても森林馬道だと戻るんですね。全部 S じゃないですか。気合い十分ね。いい感じだわ。知ってるかしら。またスタミナっていい感じだわ。うん、いい感じじゃない。ドバイウィークの週でした。一番前は行きたいです。あ、調子落ちてる。今か。あ、ベストバ体重、また上がりましたね。嬉しそうね。何か用？さあレースです。大阪杯出走です。わあ、すごいメンバーだな。ラスカル数回飲むか。岡部さんに戻しましょう。何か用？さあ大阪杯行きましょう。2番人気ね。1番人気はもちろんテーモピラオでしょうね。ジバルは1つ、ナイタートップロードも1つ持っております。
1、2、3、6の対象を買おう。カイルソーとかいるのか。アスカルスズカ、ハレノプシス、さあ大阪杯です。テーマオペラ王が出てまいります。これはちょっと相手が悪いかも。ナイタトップロードもいます。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。9番です。スタートはどうだ。ゲートが開いて飛び出した。悪くないです。一番いいぐらいだ。スタートの悪い馬がいますが、7番ワレノプシス先行グループからまず見てまいりましょう。3番ラスカルスズカが上がってまいりました。4番ジョービッグバン外から行こうというところ、クリスラブレイブがかわしていきました。12頭第1コーナー右側を取ります。9番カタロ太陽、そして一番人気のテイエムオペラ王、うまくいっているんではないでしょうか。そして外からはロードプラチナム、内を通りまして成田トップロード、ナイワテキサス、ちょっと離されましてワレノプシス、外を通って北海ルソー、そしてもう一頭名称王道、一番後ろに8番セイウンエリア、もう一度先頭から行きますと5番クリス・ザ・ブレイブが先頭です。まもなく第3コーナー、その後ろでやりましょうか。ラスカル・スズカ、その外スーッと両ビッグバンが上がっていきました。ここにいたカタロ太陽、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そしていたいたテイエモ・オペラ王と和田でやります。ロードプラチナムがその後ろ、成田トップロード、その内からはナイワテキサス、差が開いて7番バレノクシス、阪神のスタンドが揺れています。さあ先頭はクリス・ザ・ブレイブが粘っている。懸命に手を動かして岡部と旗の太陽、クリス・ザ・ブレイブが頑張ってますよ。旗の太陽がこのまま粘れるか。トップロードだ。クリス・ザ・ブレイブに捉えた、かわした、旗の太陽頑張る、岡部と旗の太陽捉えるか。成田トップロード、先頭1着成田トップロード、2着は際どい、内旗の太陽、外テイエモ・オペラ王、完全に重ねてますね。いや、ついやっぱり最後2頭自力伸びてきましたね。惜しかったわね。1着6番、2着これがレースを終えた馬が戻ってきたわ。これが動画の絵になりそうです。そういえば、いい仕上がりだわ。いい感じだわ。放牧です。何かよ、できれば宝塚出したいですけどね。2200はちょうどいい距離なんで。といってもやっぱり G1 レベルでは辛いでしょうね。G2 目黒記念あたりかな、出さないといけないと思います。他だったら札幌記念ぐらいしかないですからね。デート、誰と、私と、もっと面白いギャグは言えないのかしら。知ってるかしら。知ってるかしら。先方は先行なんですね。あの中脇に気には差しでしたけどね。ということでゴール前まで頑張れたんですけど、まあ得意な中山っていうのもひょっとしたらあるかもしれないな。
はい、というわけで今回ここまでとなります。大阪杯はやっぱりオペラ王トップロード強かったですね。何かよ、ゴール前までは頑張ったんですが最後かわされてしまいました。まあ、あと12周しか残っていません。果たして残りの競馬生活どのようになるんでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。これまで遊んだ記録ですね、プレイリストに載っております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またブログツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス来て記載しております。ぜひ見てツイッターの方はフォローもお願いいたします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターホースポケットをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。